で、まず前奏のコード進行からいきます。まず CC を押さえて5、4、3で弾いたら今度2、3、4と降りてきます。で、その次が C の次が G で6弦を弾いて6、4、3、2、3、4。まあ、CD に合わせないんやったらそんな厳密にやらなくていいと思いますけど、それで G が終わったら次 E、 E じゃない Am で5、4、3、2、3、4で人差し指を離して2、3、4、2、3、4。間違えた、もう一回。それで F、 F どれ、 F で4、3、2、1、2、3。C 5、4、3、2、3、4で G 6、4、3、2、3、4で人差し指を2弦の1フレットつけて G7 で2、3、4、2、3、4。で、F 4、3、2、1、2、3。で、この G で後半は今度1弦を使うようになります。G を押さえて6、6、4、3と弾いたら1、2、3。で Am、 これは一緒ですね。5、4、3、2、3、4。人差し指を離してつける。ライブではね、ケン君こうやって、ちょっとた、あの、ハモを、何？タイミングをずらしちゃってますね。で、最後、F。4、3、2、1、2、3。G。で、G で。6、4、6、3、2、1、2、3かな。で、音を歪ませて、で、 C。 初心者にもちょっとおすすめな曲ですね、これは。ギターソロも簡単し、最後のこの C の時にパワー、あの、音を歪ませてこっちの C になる。それで音は歪んでもコード進行は一緒。 What means it? C G
Am F C G F G Am F C G C。こっちでも弾いてもいいし、こっちで弾いても大丈夫です。で、次が、ちょっとミュートが入ってくるので、こっちで弾いた方が楽かもしれないですね。で、次がメロディーが変わって、このこあのパートいきます。これはまず E マイナーからでコード説明します。まず E マイナーから、でその次が4弦から2、4、4、でその次のコードが6弦から3、5、5で1フレット下がってまた E マイナー、ゆっくり弾いてみます。1、2、3、4、G で F で G に戻る。ほいでその次はミュートかな。Take my handソロは概要欄に書いておきます。以前アップしたやつを参考にしてもらえたら嬉しいです。でまた B メロが来て、最後は F、G、A マイナーと合わせて F で La Vie で終わり。コード進行はもう前奏と全く全部一緒なんで、その最初の C、G、A マイナーってちょっと紙に書いて、それを見ながらやってみると覚えやすいかもしれないですね。で、あとこの途中で変わる。
ここも、ちょっとここだけ覚えて。そうすればもう、バッチグーで、いけると思います。頑張りましょう。あ、そう。で、最初の、やっぱ初心者の人は最初のアルペジオが難しいかもしれないですね。この、何オルタネートピッキングで弾いた方が、ギターの基礎としてはいいんでしょうけど、これはできます。できないです。まあ、チャレンジ精神ある方やったらやってください。ありがとうございました。